おらー、おりゃー、おらー。てなわけで OHOL やってくどう。周りに何もない、もしや始まったばかりの村なのかな。あるか。きっとこの人はハンターハンターのファンだね。もしかしたらこの人がイブだったりするんじゃない？遠出してただけかもだけど。それならそれで俺が村を発展させていくから、全然ありよりのありだよ。普通に発展してるね。それにあんたバリバリの初心者だろ。いやいや前回と比べるとアベルさんの成長半端ねえよ。何ができるようになったの？まあ、それは、成長してからのお楽しみかな。はぁ、あ。ほほほほ、ひ。一人で何言ってるの？やっぱり実況者って一人ごとが好きなんだ。ちげえしちげえし。で、見たところ卵はいっぱいあるけどオムレツは全然作られてない。なので私今からオムレツ職人になるわ。オムレツ職人？あんたオムレツなんてまだ作ったことないでしょ。だがしかし、オムレツはすっごく作るのが簡単。だから序盤の食料としてはオムレツが重宝されるのだ。なるほどね。それで、どうやってオムレツを作るの？まずは卵を手に取り、この平らな岩の上に乗せます。そして急いでその卵を皿に乗せる。これでオムレツは完成しちゃうのだ。へえ、とっても簡単。確かにこれならたくさん量産できそうだね。OHOL を最近始めたっていう初心者ども、初心者はオムレツをオムオムしておけばいいんじゃ。君も最近始めた方だよね。全然 OHOL できてなくて何も上達できてないです。マジで覚えること多いんだよー。なあ。オムレツの美味しさに感極まってる人いるぞ。こういう反応もらえると嬉しいよね。だが、なんて返せばいいかわからなかったので無視しました。コミュ障かよ。ゲームの中でも発症しちゃうのかよ。うるさいうるさい、私はシャイな女の子なんじゃい。卵集めしてるんだけど、ここら辺めっちゃガンの池あるから大量にゲットできちゃうぞい。結構恵まれた時なのかな？でも、いつまでもオムレツだけってのもどうなのよ。まあ、パイ作りに移行できるならした方がいいと思う。でもあたいパイ作ったことないもーん。パイ作りか、結構工程が複雑そうに思えちゃうんだよねー。と思うじゃろ？実は素材があれば作るのはそれほど難しくないのだよ。じゃあ作ったら？うへへ。アベルが子持ちってマジ？俺ももうマッマになっちゃうお年頃なのね。とりあえず子育て場に運んで、名前をつけてあげました。待て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 、お前子供に何通名前つけちゃってんだよ。おかしいかな？一般的に見たら普通だと思うんだけど。一般常識持ち合わせてないよね君。ほら、赤ちゃんも困惑しちゃってるじゃない？ごめんよ、傷つけてしまってたらごめんだよ。これしか思い浮かばなかったの。と適当にアベルは弁明をした。鼻毛にされた赤ちゃんの気持ち考えたことある？次はちゃんとした名前つけるのよ。わかったよー。そして、二人目の子を授かりました。ちゃんとした名前にしろよ。君の名前は悪魔だぜー。おい私の話聞いてたか？違う違う、これにはちゃんとした理由がありまして、誰に恨まれたっていい、それぐらい強い子に育ってという意味を込めたんだよ。いやこじつけにも程があるだろ。鼻毛と悪魔ってやばいだろ。もういい、普通の名前つけるもん。わかったもん。あれ？赤ちゃんどこに行ったの？俺し今ずっと抱えてたよね。名前考えてる間にどっか行っちゃったんだけど。アベルが変な名前ばっかりつけるから、変な名前つけられると思って逃げちゃったんだよ。死んでた。名前つける前に死んじゃってたよー。まあ、普通に親ガチャしてたんだろうね。リセマラみたいな感じでさ。ゲームの中だから子供は親を選べるっつうことだね。ははは面白い。その後、フライドポテトちゃんが誕生したのであった。もうわかった。あんたに普通の名前という概念はないんだね。フライドポテト美味しいよねー。そう、美味しい名前よ、とアベルは自分の息子に現実を教えるのであった。それを聞かされても困るだけだと思うよ。ほら困惑してる？いや違う。これはエヘヘって喜んでるんだよ。どういうこと？まさか私が間違ってたの？今時の子供はこういう名前がいいの？君の名前はわさび抜きマグロだ、そして君の名前は金塊だぜ百宝。血というものは突然やってくるのである。何があったんだよ。どうして蛇に噛まれちゃってるんだよ。父が枯れて素材集めしてたら木の裏に蛇がいました。あとは頼んだぜ。オムレツをひたすら作り、子供に変な名前をつける人生、私は認められないね。いろんな人生があっていいじゃない。新たな生命として誕生だぜー。でしょっぱな育児放棄？生まれたことすら認知されない男。これ普通に餓死しちゃうんじゃない？まっま助けてくれ。こんな可愛い子を見捨てないでおくれ。多分どこかに育児所があるはずだよ。そこに行けばワンちゃん助けてもらえる。にです、お腹空いてます。このままじゃ餓死しちゃいます。ああ、生き返るわー。さっきは普通に気づいてないだけだったんだね。それにしても赤子多いな。子沢山って感じではあるけどそこまで発展してるわけではないと。俺はこういう村を求めてたのだよ。そんで再びオムレツ職人に舞い戻りました。オムレツ作るの好きだねー。でも、お母さんの職業としては最適。すぐり畑はあるけど実が全然なかったんだよね。なのでちょっとオムレツ量産しとくでー。オムレツは作るの簡単でコスパもいい。だけどさ、アベル、やっぱり他の料理もしてみたくない？まあ、確かに。
他の料理と言ったらやっぱりパイだよね。で、パイ生地の素材となる小麦の種を回収中。お、これを村で栽培するのね。パイも作れるようになったら村に貢献してると言えるよ。そう、俺も村の役に立ちたい。その一心でこのゲームをしてるまであるからね。嘘くせえ。む、急に成長したね。ちょっと小麦畑は置いといて、池の周りに石を置いときましょう。何？石で池を埋めたりするの？そういうわけではなく、この池の水が枯れた後、石で井戸を作ることができるのですよ。ほう、そこから水を確保できるってわけね。てかアベル、前回のコメントについては触れないの？ああ、そうだったそうじゃった。皆さん、前回いろいろと教えていただきありがとうございました。結構長文で書いてくれてすごいありがたかったんだけど、多分アベルはほとんど理解できてないと思うんだよね。長文米の大半は頭からすり抜けちゃうからね。ってそんなわけないだろバカ野郎。わあ、怖い。案外 OHOL やり込んでる人がいるってことがわかったね。そうそう、まだわからないこと多いので、上級者の方はお助けコメントをなしやす。さて、石は10個あればいいんだっけか。アベル年齢的に子育てした方がいいんじゃないの？もしや育児放棄しちゃってる？してないよ。子守してくれてる人が2人ぐらいいたので僕は作業に専念や。今は畑に必要な土を回収中。上の方に結構たくさんあるみたいだね。これなら十分畑は広げられそうかな。それでは、先ほど回収した小麦の種を植えていこうと思ったら右上の畝にカボチャの種が植えられてるんだが。ああ、誰かが適当に撒いちゃったのかな。まあ上はカボチャ畑っていうことでいいじゃん。俺は統一性を求めてるんだよな。で、種を撒いた後は水やりをするべし。あら、カボチャの種が入ってるね。これって取り除けないの？俺もやり方がわかんないんだよね。とりあえず別のボール探すぞ。ダバダバー。ダバダバー。これで水やりは完了だね。すくすくと成長してくれることを願うばかりだ。そんでもって、皿が足りないとのことだったので、粘土を回収してお皿作りをやっちゃうぞい。何それ楽しそう。そういえば、まだ皿とボールとかの作り方って知らなかったのよね。アテネさーん、それはちょっと未熟すぎない？は？足し算もまともにできないやつが煽ってきてんじゃねえぞ。できますし、数学は無理でも算数は得意ですし。逆に算数苦手な人おる？アベルとアテネの、お皿作り講座。イエーイイエーイイエーイ。粘土を丸石で叩くとボールになるのね。そう、そしてそのボールをさらに丸石で叩くと、お皿ができちゃうのだ。へえ、お皿もボールも作るの簡単だね。実質粘土回収してくればできるじゃん。いやアテネさん、こちらまだ未完成品なんですよ。へ？この次の工程として、炉で焼くという作業が残ってるのです。ああそうか、このままだとぬちょぬちょだったわ。後の作業は鍛冶屋さんに任せとけば大丈夫だね。確かにそうかもしれない。だがしかしオイラは人なんて頼らねえ。自分の身しか信じてないので自分でお皿を焼くんじゃい。こういう性格だからぼっちなんだろうな。まずはこちらの火のついたまっすぐな木の棒を手に持ち、炉に火を焚きます。おお、燃えてる燃えてる。そしてすかさずトングに挟んだ皿を焼いてゆくー。これでお皿の完成なのだ。へけ、ハム太郎混じってるぞ。なるほどね。この作業を経てボールや皿は作られてたのね。まあ、本当だったら炉を作ったり火を焚きつけたりしなきゃだけど、その作業がすでに終わってたから楽だったね。この家事してくれてるおじいさんが優秀だったってこと。でも、家事ってやること多くて大変そうだよね。ぶっちゃけ一番大変だと思う。俺ももっとできること増やしていきたいんだよね。家事と畑作りに子育て、あとやることって言ったら何があるんだろ。家畜の世話とかかな。お皿が増えたからオムレツも大量に作れておりますな。まだオムレツで大丈夫なの？パイに切り替えるタイミングってのがよくわからんけども。俺はパイも好きだけどオムレツも好きだよ。君の好みは聞いてないよ。見てくれアテネ、さっき植えた小麦が元気に育ってくれてるよ。いいねいいね、これでパイ作りが始められるんじゃない？とりあえずパイ生地だけ作っておこうかな。まずは脱穀した小麦をボールに入れます。入れます。そんでそのボールを丸石で叩くことで小麦粉入りボールになります。それからそれから？終わり。パイ生地の作業ってこれだけなの？いやー、ここにさらに水を加えたらパイ生地の完成なんだけど、そうしちゃうと時間経過で発酵しちゃうのよね。なるほど、パイの素材を準備しとかないといけないってことか。それなら生地に乗せる素材も準備しようよ。それはできない。なんでだよ。ふ、俺はその知識を持ち合わせてないからだ。何を自慢げに言ってるんだこいつ。まあ、それなら仕方ないか。私はもう年だ。村のために何かをするんじゃ。土を残すのじゃ。案外長く生き残れたね。どうせならパイを作って生き耐えたかったな。いい人生じゃったわい。まあまあ、オムレツや小麦畑作れたし、前回と比べたら成長してるんじゃない？え、マジで？前回よりもいい男になってるとか照れるなおい。わあ、すごいなあ、いい男だなー。